寒い。おはようございます。バス釣りお兄さん、高島豚ホルモンです。最近完全にお気に入りの青のダムにやってまいりました。寒い。毎度毎度おはようございますとか言ってるんですけど、基本的に僕はおかっぱりはあんまし朝早くからやらないんで、昨日が結構な雨で割と荒れ模様、今日の朝ようやく雨が止んで、まあ止んでというか厳密に言えばちょっと降ってるんだけど、でローライト風、こういうシチュエーションだったんで、ちょっと今日はね早起き、もとい寝ずにやってきました。まあそうは言っても今の6時半かそれぐらいかな。前回釣ったポイントにとりあえず入ってます。ただ、ちょっと違うのは水位が上がったせいで波がバシャッと当たっても濁りが発生しなくなっちゃいました。こうなると、まあ、正直この間ほどの旨味はないかなとは思うんだけど、まあね、こっからちょっと珍しく朝来てるんでスタートしていこうかと思います。先発はレベルミノ。まあ、前回ワカサギがいたっていうのはいたんだけど、今日まだいるかって言ったらその限りではないんで、なんか追っかけてこないね。てか思ったより掘れてるな下の方。風強え強すぎるわ。ちょっと風は嬉しいけどちょっと強すぎ。マジで飛ばされそうなぐらいの風なんだけど、そこまで強いのは求めてないんだよ。ほどほどでいいね、ほどほどで。あー、ちょっと待って。良さそうだけどちょっといろいろきつい。いろいろきついよこれは。良さそうだけどね。良さそうだけどっていうか良くはないんだよ。濁りはしっかり入ってんだけど、ベイトが全く絡んでない。よいしょよいしょ。タイミングなんかな。ダメだな。風ようやくマシになってきたけど、マシになってきたっていうかここが風穴なだけか。だけどなんかワカサギもさっきのご一行様だけだし、見かけたのいかんせんちょっと生命感がない。今日はダメだね。難しすぎるわ。どうやったらいいんだろう。なんか最後ここタイニークラッシュの合図でありそうな気がしたけど結局特になし。いかにもバスのご機嫌が斜めだったなって感じするね。昨日が良かったんかな、ひょっとして雨だったし。というわけで、今日の動画にテーマをつけるとしたら春の嵐 vs 高島豚ホルモン完全敗北編ってところでしょうかね。やめだ、終了です。やめよう。こういう時は粘ったってルアーがなくなっていくだけだ。良くない方の春の嵐だったかな、そんな感じがします。ではこの辺で動画も締めようと思います。次は釣ろう。ではバス釣りお兄さん高島豚ホルモンでした。さようなら。食った。どっから出てきたお前。